ベース板を一番強く振れるようにピッチャーからボールを引いてくるっていうイメージ、対戦してるイメージ、フェアゾーンに向かってバットが大きくこう前に出るとやっぱりいいような。こんにちは、鈴木貴博さんと寺内貴之さんをお迎えして正しい素振りについて語っていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。もうですね、ここに実際にこうバットをご用意いたしましたので、こう実践を交えながらいろいろこのできればこう小中学生向きですかね、でお話をしていただければなと思います。こう素振りの中で、まあ、気をつけること、素振りのポイントというか、お二人が素振りをするときに気をつけていたところっていうのは具体的にどんなところがありますか？そうですね、だから素振りって何のためにするのから始まらないといけないんで、はい、素振りって多分一番自分の動きたいことができるわけじゃないですか、はい、例えばピッチャーがいたらピッチャーに合わせて打たなきゃいけないし、自分の形で打てないですね、はい、だから自分の形を作るのがまず素振りだと思うんですよ。それができてないとなかなかこう次のステップに行かないかなって僕は考えるんで、やっぱりなんとなくやってしまうっていう人が多いですし、はい、それこそ、学生の人たちはみんなで数えながらやるっていうので惰性になりやすいですし、はい、悪いスイングの仕方でただこうやって力強くこうやって振っちゃってても試合には行けないので、はい、どうせやっぱりやるなら意味のある練習をっていうことをやってほしいので、はいはい、やっぱイメージをでイメージ、まあ、対戦してるイメージ、まあ、あとはストレートなのか、まあ、緩いチェンジアップなのか、はい、あとカーブなのかっていうのでやっぱタイミングの取り方も変わってきますし、やっぱそのすごくプラスになる部分ってたくさんあるので、はい、そこはちょっとした考え方で、うん、全然違うのでやってみてほしいなと思いますけどね。ってことはもうこうやって構えて素振りをするときにピッチャーをイメージして、うん、そうっていうことですか、はい、ピッチャーをイメージしてどんなボールを投げてそれが真ん中なのか外なのか、ピッチャーからボールを引いてくるっていうイメージを持っていた方がいいと思う、はい、そうしないと多分もうこういうもう肩がこう入りすぎたりとか、はい、もう目線が下がったりしてしまう可能性がどうしても出てくるので、やっぱりピッチャーをイメージしてそこから引いてきて自分の中でこうバーチャル的にこうやるっていうのがいいんじゃないですかね。ポイントなどありましたらぜひ。イチローさんとかでやっぱとにかく自分の胸を見せないようにっていうのがすごく僕も重要だとは思うので、はい、そういう意味では何ですか、回転運動なんですけど、回転運動になってしまうと体が先に向いてしまってバットがこう出てくるっていうこともありえるので、自分のへその前が強く振れるようにっていうのが一番力が伝わりやすい部分ですので、はい、ちゃんとその打ちにタイミングをまずしっかり取ってトップを作って、そこから打ちに行った時にちゃんと自分のおへそを通のところを通ってバットを振れるようにしていけると一番その理想のスイングに近づくと思うので、山田哲人選手とかもやっぱおへその前でっていうのはすごく意識をして練習もしてましたし、そういう意味で例えばこういう風な打ち方になってしまえばおへその前じゃなくおへそが前向いた状態でバットが出てしまうので、はい、まあ、力が伝わりにくいじゃなくて、しっかりタイミングを取ってここでこう入りすぎずにしっかりバットをこう出てくるような感じでパン、例えばセンターに打ちたいのであれば、はい、しっかりボールの内側を捉えるようなイメージでセンターにバットをこう向くような感じですね、うん、インコースであればしっかりボールの内が入ってここから左中間方向、うん、結構やっぱ小学生中学生になるとファームラン、はい、ファールが一番飛ぶっていうことがすごく多いので、うんうん、それは逆に体の外側が一番強く振ってしまうので、うん、一番ここが早く振れるってことはそっちが一番打球飛ぶってことですね、はいはい、じゃなくてこのベース板を一番強く振れるように、うんうん、強く振れるにパッてここが一番早く走るようなイメージはしてほしいなと思います、うん、なるほど、体のベースの上でへその前で力が、はいはい、いかがでした？いや、素晴らしいです。素晴らしいです。ありがとうございます。小学生とか中学生になるとどうしてもやっぱり上と下との連動が できなくなっちゃうんで、はい、手に握ってるのがバットだからどうしてもバットで操作しようとするんですよ、はい、だからこれがやっぱ大きくなっちゃって、はい、やっぱ
バットとこの自分の体が離れてしまうので、やっぱいいバッターって常にこのバットと体の位置ってやっぱ近いですよね、変わんないじゃないですか、はい、やっぱ子供たちって大きく打ちたいからこういう風に入ってますね、はい、どうしても。だからこの持ってるもので扱うんじゃなくて、この、まあ、よく下半身って言うんですけど、これだけこれが回ってくれば必ずついてくるんで、先にこうやって回ろうとするからこれが止まっていくので、やっぱ上と下との連動をこうなんか軽くてもこんな感じでも別にいいと思うんですよね。こう巻きつくような感覚を持っていくと、力強いスイングができると思うんですよね。ということは意識をこっちのバット持ってる手っていうよりも手で操作しない、下に持っていく、はい、下で振っていって、ここの距離をこう離れないようにして。だいたいプロ野球選手でも手で操作してる人ってほぼいないですね。動きの中で操作してるんで、はい、下で連動してここの距離を持ってて近く離さなければやっぱ強いですから、はい、離れれば離れるほど弱くなっちゃうので。なるほど。逆にそういう素振りを見ているというか、こう野球チームの指導者の方々が子どもたちが素振りする上でどういうふうに教えたらいいというか、どういうところにこういう教え方をしたらいいよ、こういうポイントを伝えてあげたらいいよとかっていうのっていうのはありますか。でも僕はやっぱりタイミングだと思うんで、はい、バッティングは、はい、タイミングでこういかにこう取れるかっていうのはすごい大事なことになってくると思うんで、そのリズム感を取ってほしいですね。守備も走る方もリズムがすごい必要なんで、はいはい、リズム感が出てくるとやっぱ当て感も出てきますし、いくら素振りが良くても、はい、リズム感ないと、はい、タイミングが取れないと当てれないんで、はい、テラスさんは何かありますか。僕は軌道を大事にしてほしいなっていうのはあります。軌道もちろんタイミング取らなきゃいけないですし、もちろんやっぱ引きつけてボールを打つっていうのはすごく大事なんですけども、まあそれができても軌道が悪くなると、やっぱボールの捉え方、やっぱ丸いものとバットってこの円なので、丸いもので打つっていうのはやっぱそのちゃんと理にかなって当たらないと力も伝わらないですし、やっぱホームラン打ちたいってなんだってあれば、例えばバットがこう回っちゃったらいい打球打てないですし、バットのこのどういうふうにバットをこの出すか、例えばレベルで振るのか、多少アッパーで下から入ってくるのかっていう、そういう軌道っていうのはすごく大事だなと思いますね。あとはさっき言ったこっち側強く振らないようにするため、はいはい、やっぱ体のフェアゾーンに向かってバットが大きくこう前に出るとやっぱいいような感じはしますね、はい、最後私のスイングを見ていただいてもよろしいでしょうか、はいはいはい、エクセレント。本当ですか。綺麗ですよね。綺麗ですね、はい、本当ですか。綺麗です。何か言ってください。形はすごいできてると思います、はい、あ本当ですか、はい、何があとイメージ、イメージ、はい、もっとイメージですね。いいですね。あとはこの左膝がちょっと、ま、少しこう回るので、はい、こう回りやすいので、こうそうですね、少しこう入っていくんで、はい、うん、ここからこうなってるってことですか。いや膝の動きがこう入っていくんですけど、こう入っていくんで、このままこういうイメージ。そうですね、そうですね、はい、はいはい、ここにこう、さすがすぐ分かるんですね、はい、さすが。そうですね、こういうイメージ。それだとインコースはさばけやすくなります。あ、なるほど、はい、そうですね、あ、はい、いいですね、はい、でもやっぱりイメージした時の方が、はい、構えた時に、はい、さっき素振りするって言ったらそのまま素振りしたじゃないですか。すいません、あんだけ言われてたのに。でイメージしてって言ったら、はい、今度こうやって背筋をまっすぐして、今度打席に近い感じになりますよね。なりましたか。それ入れましたよね。なので無意識かもしれないです。高橋さんが言った、はい、そのリズムとタイミングっていうところはちゃんと間を作りましたし、はい、イメージした時の方が、はい、いいことはいっぱいあるんですよ、ね、あなるほど、はい、ダメですね、あんだけリズムって言われたのに最初にやってなかったっていうダメダメな、はい、でも本当ちょっとイメージしてって言っただけで、はい、それだけプラス材料がいっぱいあるので、はい、本当やり方一つで良くなるとは思うんですよ、ね、分かりました。ちょっとイメージして素振りしてこうだよ。でも振り方はめちゃくちゃ綺麗ですよね。綺麗ですね。本当ですか。綺麗。
よかったです、ありがとうございますというわけで今回は鈴木貴博さんと寺内貴之さんを迎えして正しい素振りについて語っていただきました。皆さんチャンネル登録高評価の方ぜひよろしくお願いします。そしてこんなこと聞きたいなどありましたらコメント欄の方にお書きください。お二人どうもありがとうございました。ありがとうございました。